バナナブレッドは、促成パンの一種促成パンとは、酵母や卵以外の膨張剤で発酵させたパンである。促成パンの利点としては、長い時間を要する熟練労働者や、伝統的なイースト菌を利用したパンに必要な、温度管理を必要とせずに、迅速かつ確実に調理できる点が挙げられる。促成パンには、多くのケーキやマフィン、ブラウニー、クッキーが含まれる。例えば、 バナナブレッド、ビールブレッド、ビスケット、コーンブレッド、マフィン、パンケーキ、スコーン、ソーダブレッドなどはすべて促成パンの一種である。現在では主に発祥地のアメリカ合衆国や、その隣国のカナダといった北、アメリカで広く食されている。促成パンは18世紀の終わりにアメリカ合衆国で発明されたとされる。促成パンの発明以前は、焼きたてのパンを作る前には、 酵母や生地と卵を混ぜることで発酵させていた。米国で科学的膨張剤が生み出され、また、それが軍事、商業、家庭などで広く使用されるようになるのは、アームハンマー社のチャーチとドワイトが1846年にニューヨークにおいて重装商業的に導入したことが始まりである。さらにその後8 5 6年には、マサチューセッツ州において、 ベーキングパウダーが導入された。その中でも最も有名なベーキングパウダーといえるものは1889年にインディアナ州ハモンドとイリノイ州ウエストハモンドで最初に導入されたカルメットであろう。同じ企業構造内ではないもののどちらの化学物質離脱剤も元の名前で生産されている。その後米国の北部の州と南部の州の間で南北戦争が勃発すると より戦時に向いた、携帯用かつ手軽に作ることのできる食品の需要が高まった。このような背景の中、時間のかかる酵母の代わりに、手軽に作られる重曹で発酵させたパンが脚光を浴びた。促成パンを準備するには、通常2つの混合容器が必要である。1つは、すべての乾燥成分を含み、もう1つは、すべての湿潤成分を含む。 乾燥した材料はボールにあり、湿潤した材料は鍋で加熱したソースの熱を発散させて冷却する。化学的な発酵過程の間に薬剤は混合中に生地に加えられる。これらの薬剤は化学反応を起こして二酸化炭素を発生させる。これにより焼き菓子の体積が増加し多孔質構造と軽い質感が形作られる。通常のイーストパンは 焼き上がるまでに数時間かかることが多く、結果として得られる焼き菓子の食感は、温度や湿度などの外部要因によって大きく異なる可能性がある一方で、化学的膨張剤で作られた測成パンは、比較的均一性が高く、また迅速に作ることができる。通常、出来上がった測成パンは、伝統的な酵母パンよりも柔らかくて軽い。化学的膨張剤には、 重曹などの弱塩基性のものに加えて、タルタルクリーム、レモンジュース、培養バターミルクなどの弱酸性のものも含むため、二酸化炭素を放出する酸塩基反応を引き起こす。ベーキングパウダーは酸と塩基の両方の成分を乾燥粉末の形で含んでおり、反応する液体媒体が必要となる。これとは別に業務用の製造過程では、打って変わって指定された。 科学膨張剤の酸と塩基を使用してガスの生産を一貫して制御する。酸と塩基の組み合わせの例には数のようなものが挙げられる。ほぼ全ての促成パンは小麦粉、ふくらし粉、卵、脂肪、および牛乳などの液体など同じ基本的な成分を有する。これらの基本的な構成要素以外の成分も風味と食感に幅を持たせるために追加される。生産される。 パンの種類は主に混ぜ合わせ方や風味、生地に含まれる水分の比率によって異なる。いくつかのこね物は注ぐのに十分なほど薄い粘土のものから塊に成形するのに十分なほど粘土の高いまで達したようである。即製パンを作るにおいては3つの基本的な方法がある。各半法クリーミング法短縮法。ありがとうございます。